どうも、政治は嫌いです。政治は嫌いです。オッケー。今回は今ね、朝のね、5時6分ですね。はい、なんですよ。はい、朝の5時6分ってね、何の時間かっていうと、斎藤さんでエロい女の子が一番多い時間帯なんですよ。はい、素敵ですよね。でも、まあ、暇ですよね、この時間起きてても。はい、ということで、疲れてるんですけど、ちょっとね、追加してやりたいと思います。そんで、どんな女の子が来るかなってやります。顔出しでやります、動画でね。はい、こんな感じで、ね、最初の顔大事ですからね。決め顔でいきましょう。あ、タイトルつけるの忘れてた。タイトル何しようかな。 YouTube からキャスに来たびっくりマーク、いきます。あ、待って、決定したかな。オッケー、配信します。俺ちょっと決め顔、目を細めるっていうね、左右の目の大きさ違うから、どうしようかな。始めました。一応ツイッターにも投稿しました。あ、でも電波悪くなって途切れるかもしれないですよね。それが問題ですね。さあ、行きましょう。どうも。今ね、一人来たんですけど、すぐ消えましたね。何ですか、それは。新着で見たけど、みたいな感じ。ちょっと待って、YouTube の方も大丈夫。ちょっとカメラの位置合わせた方がいいかな。あれ、これじゃ変だな。はい。あ、一覧ニュースにいらっしゃい。どうも。YouTube からキャスに来ました。なんか、映りが違うな。大丈夫か、これ。電波大丈夫。あい、電波切れた。録画なんか消去する決まってんだろ。もう一回行こう。もうツイッターにはツイートしない。あ、でもあれか。あ、もう最初の画面も適当だけど、なんだっけ、通知してくれてる人にめっちゃさ、通知行くかもしれない。いや、通知0人でもいいし。うん、見えてるかな。これね、電波悪いから切れちゃうかもしれないんで、来てくれた方はツイッターフォローしてください。で、初見です。お、ゆみさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。ありがとうございます。みんなね、電波悪いんで、できるだけ速攻通知してください。すぐ切れる可能性があります、これは。やばいっす。見えてる？てか、配信できてる？カクカクしてたら嫌なんですけど。みんな今何してる感じですか、この時間に。愛切れた、くそ、会話にもなんねえよ。あ、もうダメだこれ。どうしようかな、電波良くしたいな。うん、斎藤さんしてもいいんだけど。あ、ダメだこれ。はい、まあとりあえずね、検証結果です。早いけどな、やめとくか。もうちょっとやるか。今何分、あと25分ぐらい取れるからまれるけど、検証結果、めっちゃ1分もせずに途切れるキャスでも、2回だけパンパンってやってすぐ切れて、もう1回やって、いや戻ってのだけで、なんと、女の子のリスナーが、来ました。しかも初見の人が。はい、だからめっちゃ女の子、この時間エロい女の子が暇してるっていうことになりますね。ありがとうございます。あべ、よし、ビュア見よう。ビュア見て、なんか面白い人探そう。ん？誰だこれ。ガールチャンネルっていうの見ればいいんかな。JK1 おはよう美容タイム。こんなの興味ない。ラジオじゃなくて動画見よう。やばいやばい。なんか、大手系行こうかな。うん。大手系で、中学生とかじゃない。これいいな。大人。もちもちちゃん。大人っぽいですね。中学生だもんね。あれ聞こえないんですけど、音。なんか斎藤さんみたいな感じになって、斎藤さんにはアプリ入れてないんですよね。斎藤さんアプリ入れるかな。コメントしてる。あー、音楽、BGM 流してやがるぜ。YouTube でつけないじゃないですか。ねえ。あ、深夜モンストしよしよ、うさぎさんだって。誰です。
でもさ、もうほんとさ、ツイキャスの人って素人も素人じゃん。 YouTuber 上げてる人はまださ YouTuber っていう意識があるけどさ、ツイキャスだけさにして何の意識もないからさ、ほんとつまんないと思うよ。つまんないからね。かわいい子、かわいい子探す。有名な人やってないわけ。あ、おすすめから見ればいいんだ。怪盗ピンキーって YouTuber じゃなかったっけな。妹をなんか出してる人だよね。ちょっと知らないな。あと俺が知ってる人いないかな。なんかいないかな、まあ、YouTuber やってないかな。ガブモッコリってだいぶ前からやってるね、この人。俺が見てた頃もやってたわ。なんかなんかちょっと待って、これ生放送じゃないよね。録画してんのよ。マジか。アップロードするのめっちゃ時間かかりそうやん。まあいいんだけど。あー腹減った。もう朝だよ朝。今ねまだ5時12分だけど朝です。新着から見よう。あ、宇宙人だって。え、マジでよっかな。切れたんじゃよっかな。起きれたら絶対起きれる。キャバ嬢みたいな子がやってる。やべ、俺も配信してえな。可愛い子は多分優先的に出てくる。パソコンから配信しよう。あ、この動画どうしようかな。ちょっと待って、パソコンから配信するわ。いいこと考えた。パソコンから配信すればいいんだよ。バカだな俺。すぐ思いつくよって話。ここに置こう。イエス。電気消すぜこれ。あ、消すとちょっとなんか暗いな。はい、ネクサイワール邪魔だぜ。なんどうしたらいいのこれ。ツイキャスでいいんだ。ツイ、オッケー、ツイキャス、ツイキャス。確かね、ログイン一回したことないのか。カメラでこれ、カメラ邪魔ですね。あ、もうログインされてますね。PC 配信。あ、べ、ウェブカメついてねえじゃん。これじゃん、ウェブカメ。これね、カールツアイスですからね、レンズが。ちょっと待ってください。これね、編集してたらね、永遠に時間かかっちゃいますから、アップまでに。あ、わかんない。編集するかも。なんかね、ツイキャスで言われたんですけど、やっぱり、数動画上げるのもいいけど、それよりクオリティでしょ、みたいな。話だったんで、そう、よくわかんない。中の USB 抜きました、はい、USB ハブをもっと欲しいですね、はい、多分パソコンのクーラーじゃないか。なんだ、よし、できた、できた、できた。手持ちでやるか、このウェブカメを。手持ちにするにしても難しいな。ちょっと待ってね。よし、俺のちょっと椅子を低くしないとカメラに映らないですね。あのカメラの位置変えられないんですよこれ。三脚をね、安いの使ってますから。この前ハードオフで100円で購入して、あ、さっきのユミさんね、ジャニーズ好きなんですかって言ってきてくれましたね。好きですね。基本的にジャニーズ好きが集まりますね、僕のキャストのはね。そうでした、ジャニーズ好きでしたね。はい、許可、あれ許可されてる場合ですね。これ電源入ってないんじゃないですか、これ。そうだ、読み込み直しましょう。まあこんな感じでね、あの YouTube はねめっちゃ簡単に配信できますからね。あ、 YouTube はツイキャスか。ほら来た、ほら来た、ほら来た。カメラ、あ、びっくりした、俺のカメラ落ちた。そっか、ここに置くか。じゃあなぜか NX5R に置くっていうね、はい、待って、これだとね、なんかね、服とか写ってるとね、かっこよくないから、こうしよう。OK、 配信します。え、カメラ立てました。あ、立っちゃった、立っちゃった、立っちゃったっつってね。あ、カテゴリーはいちいちやんのかよ、めんどくせえな。あ、そう、パソコンでいちいちこれやんなきゃいけないんですよね。男子顔出し、男子顔出し、あった、顔出し、テロップ、ハッシュタグはもう一つつかないです。
ブブブブブ、あった、ブ。俺打つの遅いっすよね。はい、から来まちた。あ、本当に来まちたって言っちゃったよ。でこれね、設定するを押さないと設定になりませんから、見えてます？お気をつけください。分け目が気になるな。そこ気にしてる場合かってな。マジ腹減った。コラボなし。マイク入力うぜえ。マイク入力とかどこだ。あります、マイクもあります。ちゃんと配信機材はね、一式やります。はい、マイクって言っても僕が持ってるマイクで一番音質がいいのはピンマイクです。あのね、ソニーのね、普通のマイク、置き型マイクよりもピンマイクの方が全然あの音質良かったです。あと17分で撮れなくなっちゃいますね。まあ、YouTube じゃなくてツイキャスでやるんでいいですけどね。この動画をなんか入れて、またもうバッテリーなくなるまでもうこれマックス充電してるんで、ここにつけましょうね。ここにね、こっちがいいかね、こっち側につけましょう。ちょっとね、でここにマイクよく入れます。あれ入んない、ジャックがどこだ。よいしょ。この動画編集せずに上げたら本当俺ダメだよね、最近 YouTuber だよね。まあいいんですけど、マイク OK で、なんか鏡に映ってるよ。どうなんだ、変な感じじゃない、俺なんか変な顔じゃない、元からだったっけ。あ、そう、うっせ、うっせ。はい、行きましょう。俺の顔にさ、光が当たってないんですよね。そのね、こうですね。下からの映像やだな。ちょっと上にしよう。まあいいだろう、これ腹減った、シール食べようかな。うん、下げようかカメラ。あ、この下がれないな、なんでだ。ここにカードある、コードあるから。よし、 OK、 笑顔でいきましょう。ライブ開始。Twitter には投稿しない、もううざくなっちゃうからね。で声が聞こえてるか OK。 あ OK、 声も入ってる、イエス。マイクからの音量を取ってるね、ちゃんと。オッケーオッケー。で、閲覧の人数だともこの右上に出てくるから、オッケー。朝の5時20分ですね。またスタートしました。さあ、どの女子が来るでしょう。はい。ただいまね、サムネが悪かったのかなんかわかんないけど、一人もいませんね。はい。